ちは。こんにちは。着物小杉店主の小杉です。スタッフ鍋です。本日は、8月に毎年開催しております、はい、真夏の着物パーティーの、はい、お知らせをしたいと思っております。こちら、毎年ですね、この暑い熊谷で着物を着ようというイベントなんですけどもね、はい、まあ、スタートも今回で5回目になりますね。過去4回開催いたしましたけども、はい、まあ、第1回目のこの開催の趣旨がですね、まあ、暑い熊谷で、着物が着れれば、まあ、日本全国どこでも着れると、はい、ぜひ経験値を上げていこうというような話から、まあ、お客さんとのね、まあ、そんなちょっと、会話の中から生まれたイベントになっております。はい、で今回その5回目になりますけども、一応ね、まあ、趣旨が真夏の着物ランチパーティーですんで、お着物での、まあ、ご参加を、お願いしております。はい、で我々この状態だけも参加できないんですけども、あ、そう、まあね、今言い方ですよね。そう、まあ、ちょっとね、このパーティーについては、まあ、浴衣という形のものはね、まあ、お祭りですとか花火大会ですとかね、あの浴衣は着る場面もございますので、ここではね、まあ、夏のお着物という形で、まあ、着物の定義とするとね、まあ、中に長襦袢、下にもう1枚重ね着をしていただいているというような条件でご参加をお願いしております。はい、で、まあ、日にちの方はですね、8月の7日日曜日、はい、で時間の方が、11時半の受付開始ですね。でスタートの方が12時ですね。はい、約まあ2時間から2時間半の、時間を予定しております。で場所の方が、はい、まあ、こちらね、昨年同様の、リガーレというレストランになりますね。はい、こちらですね。はい、こちらですね、熊谷駅からまあ徒歩で、はい、まあ、5、6分というところになりますかね。そうですね。ミッドモールといってね、ちょっとその専門店街があるんですけども、はい、まあ、そちらの裏手ですね。はい、まあ、高崎線と秩父線に挟まれたところにあるのかな。はい、はい、そちらになりますね。で会費の方が、3000円になりますね。はい、これは、まあ、まあ、飲食ですね。まあ、ランチとデザートも、デザートもついてますね。はい、そしてですね、一応もちょっとスペシャルイベントとして、今年はですね、プロマジシャンのマッキーさんを、お呼びしております。はい、なかなかね、そのプロのマジックを身近にっていうのはなかなかない機会ですね、と思いますね。で、その方はね、ちょっと陸前高田の出身ということで、私もね、業界仲間の、高橋さんというね、気仙沼で着物屋さんをやってる、夢のお店がありますけど、まあ、そちらのご縁でね、何度か気仙沼からまた陸前高田の方もね、ご紹介いただいたんですけども、まあ、本当に震災でね、まあ、大変な、場面が、まあ、起こってしまったんですがね、まあ、本当にその中からまた人を喜ばせることを仕事としたいという形でね、なんか、そのマッキーさんの方はね、まあ、プロマジシャンを選ばれたというお話もお聞きしてね、まあ、ぜひちょっとそんな出会いのご縁があったもんですから、まあ、今回はこちらのパーティーにお呼びしております。まあ、そちらもね、ぜひお楽しんでいただきながら、まあ、着物を、夏着物を楽しみ、また来て楽しみで、また周りにいるね、皆さん、どんな着物で、ね、いらっしゃるのか、まあ見て楽しみ、また美味しいお食事と、そういう余興の方ですね、を楽しんでいただいて、まあ2時間、夏のね、2時間をね、いい思い出に作っていただければな、というふうに思っています。はい、まあ、うちらもね、もちろん夏着物で出席しますんでね、はい、まあ、どんな形で、現れるのかもお楽しみいただきながら、はい、ぜひ、今のところね、定員の方が今40名になっておりますけども、まあ、あと残り10名ほど、席も空いてございますんでね、はいはい、ぜひご検討いただきながら、当店のお客さんに関わらず、ね、着物ファンでしたらどなたでもご参加いただけますんで、はい、お申し込みの方はこちらのお店の方まで、お願いしたいと思います。お待ちしております。はい、それではこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。